さあ FM 大阪のスタジオから生放送でお送りしています吉本ラジオ高校ラジコ、今日の課題を発表しましょう。イメチェン学。さあ今週の木曜ラジコはイメチェンをテーマにお送りします、うんうん、イメチェンね、うん、お二人はがっつり今までイメチェンしたことは？パンチパーマ当てた時ぐらいかな。あれはイメチェン、イメチェンになるのか。え、浜家さんがパンチパーマ？そうそうそう、チラッとだけ映画に出るとこの鬼チンピラ役でで、がっちり、うん、あのね、ズラとか、うん、オールバックとか、はい、そんなんちゃうねんと、うん、あの時代はみんなヤンキーはパンチパーマやった、はい、っていう、長原聖輝さんの映画だったんですけど、はい、聖輝兄さんのあのもう絶対にそうやっていうので、もうじゃあパンチパーマ当てさせてもらいますということで伏せの商店街の伏せの商店街のここのパンチパーマええねんやっていうところで当てさせてもらいました。あの本格的なパンチパーマが味わえるところですね。一番イメージ変わったのその時、その時ですね。すごかったです。みんなに何て言われたんですか？いや、もう笑う、もう受けるだけ。見たい。普通の漫才の時もパンチパーマ